はい、皆さんこんにちは、ワンダルグルビジネです。では今回は帝徳の絆2、こちらを新しくプレイしていきたいと思います。早速ニューゲームからですね、プレイしていくシナリオを選択していきたいと思うんですが、帝国の決断2ではですね、2つのモードが用意されてまして、1つがキャンペーンシナリオ、そしてもう1つがショートシナリオ、まあ、それぞれね黄色と白になっていると思うんですけども、キャンペーンシナリオというのが、まあ、いわゆる運営も含めた敵国を降伏させるまで進めるモードで、白いショートシナリオについては特定の回線のみをプレイするモードになっています。で、今回はですね、まずはショートシナリオの中からですね、こちらのミッドウェイ回線をプレイしていきたいと思います。はい、ではね、シナリオの方をご覧いただきましたので、ここから実際に大日本帝国側についてプレイを始めていきたいと思います。難易度は上級で進めていきます。続いて、作戦の目標について山本五十六司令長官から話が来ていますので確認していきましょう。勝利条件の選択ですね、1つ目がミッドウェイアッツ両島の占領、2つ目が敵正規空母3隻を撃沈。これはですね、ミッドウェー海戦にはアメリカ軍は3隻の正規空母、ホーネット、エンタープライズ、そして3号海海戦で中大破したはずのヨークタウン、この3つのね、3隻の空母が参戦していたということになっていますので、2つ目の目標はその3隻のアメリカ軍正規空母、これの撃沈になります。で、3つ目がですね、敵正規空母の撃沈かつミッドウェイの占領になっています。作戦のシナリオ、先ほどご覧いただいたと思うんですけども、まあ、あくまでも一説によるとなんですが、帝国軍の中において、そもそもこの作戦が敵の艦隊戦力を削る、それが目的なのか、あるいはミッドウェイ島を制圧占領するのが目的なのか、これがまずね、意思統一できていなかったんじゃないかと言われている節もあり、かつですね、連合会談司令長官山本五十六さんと、機動部隊のね、艦隊司令長官を務めていた南雲さん、この二人の間においてもですね、そもそもこの作戦の目標が明確に、統一されていなかったんじゃないかとも言われているようです。なので今回はここで明確に勝利条件を選択していきましょう。ズバリ条件は2つ目の敵正規空母の撃沈、ホーネット、エンタープライズ、そしてヨークタウンの3隻の敵正規空母を撃沈していきたいと思います。真珠湾で敵空母を撃ち漏らしたことにより本土への空襲を許す結果となってしまった、3号海海戦においても敵空母の全滅はできなかったと、今度こそ敵機動部隊を叩き潰すということでね、長官からの訓示、訓令がありました。では早速、シナリオ本編の方をプレイしていきたいと思います。でですね、冒頭お話した通り2つのモードが用意されているこの帝徳の決断2なんですが、今回はショートシナリオ、つまり特定の回線のみをプレイするシナリオモードになっていますので、艦隊戦のみになります。なので、簡単にですね、操作方法というかプレイフィールをお伝えしておくと、まずですね、この移動フェーズ、今移動フェーズに入ってるんですけども、この移動フェーズにおいて艦隊を移動させます。今回の場合であれば第1艦隊から第10
6艦隊までかな、第15艦隊ですね、用意されている艦隊を動かしてですね、ミッドウェー島付近に展開するアメリカ軍の正規空母3隻を撃沈するということになります。じゃあまず第1艦隊ですね、ここに配属されている艦艇と中身をね少し確認していきましょう。で、第1艦隊には司令長官が山本五十六さんがついていて、その艦隊の編成は戦艦大和長門以下、合計6隻からなる艦隊ということになっています。で、画面の上にですね、委任解除両方出てると思うんですけど、これ委任にしておくとあまりいいことが実はないので、もうここは早々に解除してマニュアル操作に切り替えます。そうすると選択できる内容が増えてですね、航行編成直縁艦装と出てきます。で、まず直縁に関してはですね、直縁機がある場合には直縁を上げる下げるということができますが、今回は空母がない第一艦隊のコントロールになりますので、ここはまず航行を選んでですね、行き先を選択していきます。で、今この円状になっているところが砲撃範囲、行動範囲になっていますね。で、行動力9分の9と出てると思うんですけど、行動力を使ってこれらの操作を行っていくということになります。で、行動力がゼロになってしまうと、その後ね、行動を身動き取れなくなりますので、行動力を少し残しておくのがポイントになるのではないかなというふうに思っていますが、まだミッドウェー島までは遠いので、全速前進でミッドウェー島に前進していきます。で、じゃあミッドウェー島がどこにあるのっていうのもね、確認しておきましょう。で、ミッドウェー島がどこにあるかというとですね、ちょっとこのマップ上には映っていないぐらいまだ遠いところにあるので、大画面、大マップに移動して、ここがミッドウェー島入る場所になりますかね。MD って入っているのがミッドウェー島です。で、先ほど操作した第一艦隊がここにいます。なので、この後ですね、画面に映っている艦隊を全部ミッドウェー島の近くに進出させていきます。で、この第4艦隊、第5艦隊というのが、機動部隊、南雲機動部隊に相当する部分で、第4艦隊に空母赤城、加賀が入った南雲さんの第4艦隊。そして第5艦隊のところに、飛龍総龍の山口多門さんがいるということになっていますので、ちょっとね、この第4艦隊、第5艦隊の操作をまず最初にやってしまいましょう。で、第4艦隊を選んで、先ほどと同じくですね、委任を一旦解除します。で、今ご覧いただいた通り、まだ少し遠いので、直縁を上げずに乾燥します。じゃあ乾燥って何っていうと、航空戦力の爆走なのか雷走なのかというのを変えていきます。で、今赤城を見ていくとですね、推定が10機、あとは冷戦の21型が20機、救急の艦爆が20機、97の艦攻が20機という戦力になっていて、航続距離がそれぞれ出ています。冷戦がやっぱり8、航続距離ね。それに比べて救急の艦爆と救急の艦攻の航続が5。で、連動がですね、それぞれ85、88、89と出ています。なので、まずは救急の艦爆。これ今、重装になってますので、これを爆装に変えます。で、97の艦攻、これもね、雷装に変えます。同じことをですね、加賀、飛龍、総龍に対してもやっていきましょう。で、当然ですね、それぞれの空母で、艦隊編成も違えば、航空機の編成も違うし、もっと言うと連度も違うというのがあるので、これは少し頭の中に入れておく必要があるかなというふうに思います。で、この第4艦隊、南雲さんをどこまで進出させるかというのを先ほどの第1艦隊でやったのと同じように操作していきます。ここではミッドウェー島の北側に進出していきましょう。まだね、敵の航空戦力出てこないと思うので、全速前進。その上で直縁はまだ上げない。このあたり空母戦機になってくるともっとシビアにね、航空戦力の運用が必要になってくるんですが、帝徳の決断2ではそこまで、シビアな航空戦力の運用操作は求められませんので、この艦隊に関しても同じことをやっておきます。はい。これで今第1艦隊と
空母を持つ第4第5艦隊の操作を行いましたので、残りの艦隊の操作も行っていきます。基本的にはミッドウェイ島の近くに集結させる、そういう動きにします。はい。でですね、画面の右側、まあ、これはマップで言うとハワイ側になるんですけども、ハワイ側の方には味方の潜水艦が展開していますので、その潜水艦もですね、今回の作戦目標である敵の空母の撃滅のためにミッドウェイ島の近くの方に移動させておきたいと思います。すでに第6艦隊以外のですね、操作は終えました。で、この後なんですが、第6艦隊だけ残してあります。で、第6艦隊なんですけども、これはですね、ミッドウェイ島の近くだいぶ接近して、敵の基地航空隊、ミッドウェイ島の守備隊のですね、まあ、いわゆる注意を前面に集めてですね、おとり的な役割を担ってもらおうかなと思っています。これが第6艦隊と、あともう一つ第7艦隊も同じくですね、ミッドウェイ島の近くすり寄っていって、敵基地航空隊の攻撃をね、ちょっと受けてもらうと。で、代わりに敵空母を残りの我々の空母で殲滅していく。まあ、そういう作戦にしていこうかなというふうに思っています。なので、マップでいうところの第4、第5、この2つの空母艦隊で敵空母を叩く。で、その間敵基地航空隊は第6、第7艦隊がおとりになって引きつけてもらうという作戦です。で、一通り操作が終わったらですね、今、ご覧いただいた移動フェーズが終わりになります。次のターンの移動フェーズになります。で、艦隊がですね、だいぶミッドウェイ島の近くまで侵入先行してきていますね。画面の右下、マップの右下の方にいるのが潜水艦隊になります。で、まず第6、第7艦隊。これね、先ほどお話したおとりになってもらう艦隊なので、このままミッドウェイ島の近くに張り付いてもらいましょう。で、行動力を少し余らせておきたいかなと。今回は思います。行動力を全部使ってしまうとですね、この後の索敵だったり砲撃だったりっていったものができなくなってしまうので、ここはですね、一旦行動力を十分に残して全速前進ではなくて、まあ、哨戒活動に入るというような形ですかね。敵の空母をね、まずは見つけたいというのもあるので、偵察が十分に行えるように少し行動力に余裕を残して命令を実行しておきます。で、第4、第5両空母艦隊なんですが、これもね、決して搭載している航空機が救急の艦爆に救難の艦航と高速距離が長いものではないので、せっかく敵の空母を見つけても航続距離が足りないと攻撃できないということになりかねませんので、ミッドウェイ島の東側、画面のマップ上でいう右側までですね、少し先行していきます。このあたりまでですかね。ここも航続距離、行動力を残した形にしましょう。第4、第5艦隊は、まあ、ある程度近い距離を持って行動させます。これで敵の空母を発見次第ですね、叩くという形になります。ちょっと艦装の命令がちゃんと入っているかどうかが心配なので、情報の確認をもう一度しましょう。おっと、やっぱりさっきの入れ忘れだな。爆走雷走になってないですので、そしてもうこれまさに史実のミッドウェイに近い形になってきたぞ。爆走にするのか雷走にするのかでゴタゴタしてる間に航空機の発艦が遅れたという事実がありますからね。実際のところ、これ第5艦隊も操作オペチョンしたんじゃないかな。で、直縁を上げるのも忘れたな。このあたりもちょっと良くないね。まあ、随方だけでも直縁上げますか。今更な感はありますけど。では、戦闘命令フェーズになります。ここで敵の艦隊をまずは発見して、先制攻撃を浴びせられるかというのもね、すごく重要になってきますからね。では、まずは、索敵を行っていきましょう。索敵を行います。
敵の位置は発見できず。これ、行動力が残ってる限り、まあ、何度でも索敵は飛ばせますんで、敵を見つけられるまで、絶対にいるであろう敵を見つけられるまでしつこく、偵察を行っていきましょうというと、第一艦隊発見してますね。空母2。ということは、ここにホーネットとエンタープライズがいる。まあ、ここでね、本当だったら、第4大陰航艦隊から空母艦載機を飛ばして、早々に破壊したいところだったんですけどね。ちょっと残念なことに第4第5艦隊の方はまだ、爆弾も魚雷も積んでいない、爆装も雷装もしていないっていう、すごく微妙な状態になっているので、ここは直縁を上げるまでですかね。索敵を繰り返します。続いて、第二艦隊発見してますね。ただこの第二艦隊には空母がいないので、目的としているヨークタウン、これがどっかにまだ潜んでいるはず。なので、この索敵をね、繰り返します。発見した。第三艦隊、ここにおそらくヨークタウンが潜んでいるという状態ですね。ではここから具体的な戦闘に入っていきます。で、中身なんですけども、まず第4第5艦隊の方なんですが、これはね、もう敵に発見されて間違いないので、この先に備えて先に完走しちゃいましょう。まずは爆走、雷走、決定、ここまでじゃないんですよ。この後実行を押さないといけないんですね。さっきはね、この実行を押していない致命的なミスを犯してしまったので、この後、実行します。ここまで。ここまでが重要ですね。お、完走終了。いつでも出撃できる。そうか、これ、移動フェーズで完走しなくても、行動フェーズでも完走できる。これなら叩ける。これね、空母戦機だとこうは実はいかないんですよね。ただ、帝国の決断2は、この辺は少しプレイヤーに、甘い設定にしてくれているようなので、これはこのプレイフィールに甘えましょう。で、艦爆隊、艦攻隊、これを一斉に出撃させる。では、前期発進していきましょう。で、敵の空母を仕留めるのが目的なので、まず山口さんのところから、敵の空母、入っている、ヨークタウンを狙っていきましょう。飛龍総流から、全出撃。続いて、南雲さんのところからですね、ホーネットでエンタープライズ、これを狙いましょう。これで両空母を仕留めていくと。で、もちろん出撃させるものを個別に選べます。第2、1波で沈められなかった場合に備えて、第2波用に、艦爆艦攻を残しておくとか、直縁の冷戦を残しておくとか、そういうことももちろん、ここで操作することができます。では、航空隊ね、母艦から発艦してくれていますので、攻撃を見守りましょう。で、第7艦隊の方から砲撃が入るかどうか少し見ておきましょうか。砲撃の距離に入っていない。この、明るくなっている円の中に敵の艦隊が入っていれば砲撃戦ができますが、今入っていませんので、ご覧の内容で戦闘を見ていきましょう。で、第12艦隊に敵基地航空隊接近。味方の空母を発見されないで済んだようですね。ミッドフェイ島より敵機来襲、対空戦用意ということになっています。では第5艦隊、これは山口さんの飛龍総流の、航空隊が第3艦隊上空に到達。敵の直縁隊と交戦の後、敵の艦隊と戦うということになります。では、戦闘画面見ていきましょう。真ん中にいるのが、まあ、ヨークタウンですかね。で、どこを狙うかなんですが、もちろんですね、空母、これを狙います。で、狙うときは、まずは救急の艦爆隊、これを
敵の空母、ここの右舷か左舷かどっちを狙いますかということになりますので、ここは一旦左舷に攻撃を集中します。艦爆級20機の攻撃、これで敵のヨークタウンを仕留める。爆弾4発命中で結果がこの後出ます。沈没で、今あの雷飛隊艦艦が攻撃をかけてますけども、艦艦はね、艦隊、敵の艦隊編成の外側のものにしか攻撃を当てられなくなってます。なので空母を守るように輪形陣を引かれている場合にはですね、艦艦隊が空母に攻撃を加えるためには周りの、護衛艦を沈める必要があるということになっています。で、第3艦隊からヨークタウンを撃沈、続いてエンタープライズをホーネットのいる第1艦隊の方に南雲さんのね、空母から出た航空隊の攻撃になります。じゃあちょっと具体的にですね、どういう状況になるかというと、今回も同じくですね、艦爆隊と艦攻隊いますので、艦爆隊はどこでも狙えます。こんな感じで、なのでここは空母に狙いを定めます。ホーネットなのかエンタープライズなのか、ここも左舷にね攻撃を集中しましょう。これでね、艦爆15機なので仕留められるかどうか、ちょっと攻撃が当たっていない。同じく艦爆、これもね、輪形陣の真ん中にいる空母に攻撃を集中します。3発当たってくれればね仕留められるんですけどね、1発しか命中しなかったな。で、続いて艦攻になります。まずはこのね外側にいる空母に魚雷を投下できるかというとできないんですよね。ご覧のように輪形陣を引かれていると攻撃ができない。じゃあどこから仕留めていくかというと、この外側にいる駆逐艦、護衛艦をね仕留めてから、空母に狙いを定めていくということになります。魚雷3発命中で敵の護衛艦1隻撃沈で、そうすると敵のですね空母が狙えるようになるということになります。はい、では再びの移動命令フェーズになります。先ほど撃ち漏らしたアメリカ軍第一艦隊、ここにいる敵の正規空母ホーネットとエンタープライズ、これのね撃沈を確実にしておきたいものの、味方の第4、第5両空母艦隊もねだいぶ先行してしまっていて危険なので、ここはしっかりとね、次のターンで確実に仕留められるように敵の艦隊の動きを読みつつですね、かつ幅広に展開をしておきたいと思います。というのもですね、敵の艦隊の動きも結構激しい部分があったりして、今ここにいるからといって次のターンもね近くにいるとは限らないんですよね。なんでこの帝国の決断2に関して言うと、実はかなり史実というか実際のね海戦というか艦隊戦というか海軍の戦闘に近い様相になるのかなと思っていて、というのは砲撃戦があまり起こらないんじゃないかなと思ってます。今ここにいる敵の艦隊も僕が今動かしているように結構激しく動くと思うんですよね。一旦でこんだけ動けるってなると、果たしてじゃあ敵の艦隊の動きを完全に読み切っていないと追尾ができないということになるので、ここはですね一度できるだけ艦隊を散回させて、どこに敵の空母が移動したとしても空撃で仕留められるようにですね、空母含めた艦隊の散回を行っていきます。
さあ、では移動フェーズ終わって戦闘フェーズになりますので、敵の艦隊の位置、やっぱり第一艦隊の位置が分からなくなってるな。ここは索敵を行って、まずは撃ち漏らした敵の空母の位置ね、これの索敵を行っていきましょう。はい、そうするとですね、第一艦隊発見しました。敵の空母がいる第一艦隊、やっぱりだいぶ離れてましたね。ミッドウェー島の南まで離れていますので、ここにいる敵の空母ホーネットとヨークタウンを仕留めていきたいと思います。まず航空隊ですね、第4艦隊からしか出れないかな。空撃戦に入りましょう。ここにいる第一艦隊、一度ね取り逃がしてしまうとかなり厳しくはなるので、前期出撃して2空母、これに空撃をかけていきます。で、第5艦隊からの空母艦載機はね、届くか届かないかというと、ちょっと届かないんじゃないかなと思います。お、届くね。ただこれね、艦爆隊艦攻隊ではなくて、届くのはおそらくね直縁機だけだと思うので、攻撃力という面ではね少し難があるかなと思いますが、まあ、飛ばすだけ飛ばしましょう。もうここ打ち漏らすと終わってしまいますからね。で、第11艦隊の方から砲撃戦ができるかどうか、これも確認しましょう。戦艦が入っているので届くんじゃないかな。届くね。これで万々が一航空隊の攻撃で空母を打ち漏らしたとしてもですね、第11、第12両艦隊の砲撃戦で仕留めていきましょう。はい、ではね、敵の空母艦隊に味方の第11艦隊が砲撃戦を仕掛けていきますので、この様子からねちょっと確認をして確実に仕留めにかかりたいかなというふうに思います。砲撃戦でヨークタウンをね、あるいはホーネットをね、撃沈できればいいかなというところだったんですが、大破まででしたね。残りはじゃあ空母艦載機の攻撃にかけましょう。大破しているヨークタウンと、まあ、ホーネットがエンタープライズですね。これを仕留めていきます。艦爆で、真ん中にいる、この空母を仕留めます。一発でも当たってくれれば、撃破できる。残ったか。機関損傷までですね。で、この後観光で、じゃあもう一機、完全に無傷の方のね、空母を仕留めましょう。ここは、臨系陣がね、途絶えてますからね。仕留める絶好のチャンス。魚雷3発目中。これだったら、撃沈できる。そうですね。これで、ホーネットなのか、エンタープライズなのか、いずれにしても、激震してます。という感じですね。まあ、これで、もうヨークタウンも甲板大破。ごめんなさい。エンタープライズかホーネットかの甲板大破と、まあ、もう一隻の方の激震。さらにヨークタウンも激震ということで、まあ、このね、回戦。事実上の勝利ということになったと思うんですが、一応ですね、この後ヨークタウン型、もう一隻残ってますので、これの激震をしたところで終わりにしたいと思います。3発目中。撃沈。これで敵の3空母すべての撃沈に成功しました。はい。これですべての目標を達成しました。軍令部総長。これが、今回僕がプレイしているロールになっていると思います。ミッドウェー島、あるいはミッドウェー海戦、この作戦を成功を収めた日本軍は、本土の防空体制をより強固なものにすると同時に、米太平洋艦隊の母港であるハワイ攻略をその日程に組み込むことができるようになったのであるということですね。今回はショートシナリオなのでここまでになりますが、キャンペーンの場合だとね、この後ハワイ攻略とか、
米本土攻撃とか、だいぶね、夢が広がってくるのではないかなというふうに思います。次回はですね、提督の決断2キャンペーンモードをいよいよプレイ開始していきたいと思いますので、ぜひその際にはまた応援をよろしくお願いしたいと思います。というわけで、今回はここまでにさせていただきます。はい。最後までご視聴ありがとうございました。内容いかがでしたでしょうか。ぜひ、皆さんの感想や、あとアドバイスですね、いただければ嬉しいなと思います。それと、チャンネル登録とツイッターのフォローもぜひぜひよろしくお願いいたします。